NBA は現地時間21日、日本時間22日に全30チームの開幕ロースターを発表した。レイカーズに所属する八村塁とブリズリーズと2ウェイ契約を結んだ河村勇樹の日本人に選手が開幕ロースター入りを果たした。写真、2ウェイ契約の河村勇樹。 レイカーズの八村イが名を連ねた開幕ロースター現地時間19日にグリズリーズとツーウェイ契約を結んだ河村にいきなり NBA コートに立つチャンスが訪れた。グリズリーズはジャレン・ジャクソン・ジュニア、ジー・ジー・ジャクソン、ビンス・ウィリアムズ・ジュニア、ルーク・ケナード、そしてツーウェイ契約のキャム・スペンサーが開幕戦を欠場すると現地メディアのメンフィス・コマーシャル・アピールなどが報じた。これによって、 2A 契約の河村と J ハフがベンチ入りすることが確定。そしてジェンキンス監督は、開幕戦は12選手が出場すると明言しているという。同日、NBA は全30チームの開幕ロースターを発表。河村も開幕ロースターに名を連ねた。ブリズリーズの開幕戦は現地時間23日の敵地ジャズ戦となる。 そして6年目の NBA シーズンを迎える八村も開幕ロースター入り。J ・ J ・レディック監督はスタメン出場も示唆しているため、ルーキーイヤー以来の開幕スタメン出場が予想される。レイカーズは現地時間22日に本拠地ウルブズ戦で開幕を迎える。